さんこんにちは、ももです。本日はジルスチュアートから出ているサマーコレクションのリップを全色紹介していきたいと思います。今回ジルスチュアートから出ている新作のリップは唇をねボリュームアップしてくれてツヤ感もすごいというね口コミを見て4月4日から発売されるということで早速レビューをしていきたいと思います。今回紹介するリップはジルスチュアートの新作リップルージュクリスタルカラット。カラーは全部で9色展開です。今回新作で出ているジルスチュアートのリップのパッケージがねとにかくすごくこう宝石みたいな感じでね、本当にこれ持ってるだけでねテンションが上がるようなパッケージですよね。そしてねこのリップの特徴は1本でしっかりとツヤ感も出しつつ、そしてね透け感のあるようなカラーでムチッとした感じの唇に仕上がります。そしてねこのチップがねすごく塗りやすくて、くぼんでる面の方でまず下唇にのせていきます。続いて裏返して上唇に塗布することによって密着度の高いぷっくりリップに仕上がります。というわけで早速1番のカラーからレビューとスウォッチをしていきたいと思います。まず紹介するのがジルスチュアートのルージュクリスタルカラット。色は1番です。1番のカラーはね落ち着いたベージュカラーなんですが、このリップのね1番の特徴は最近トレンドでもある粘膜色カラーで、この粘膜リップっていうのはオリジナルの血色感に近い赤みを持つリップアイテムのことを言います。もともとねこの唇の粘膜の色に似ているものから粘膜色と呼ばれています。なのでこの色はパーソナルカラーに左右されない色味なので、ブルベさんイベさんどちらともねおすすめできるカラーです。でねナチュラルなベージュカラーなのでナチュラルメイクだったりオフィスメイクとかでもねすごく大活躍するカラーかなと思います。そして続いて紹介するのがジルスチュアートのルージュクリスタルカラット。続いて色は2番です。こちらのカラーも先ほどと同じ粘膜色カラーで、こっちも落ち着いたローズベージュ系のカラーです。もうちょっとこうピンク味が欲しいっていう方にはねこっちの色がねすごくおすすめです。この色もねパーソナルカラーに左右されない色味なので、ちょっとね色味に迷っている方とかは1番か2番のカラーをね使ってみてください。個人的に私は2番のカラーの方がピンク味があるので、これからの季節の春メイクだったりデートメイクの時とかにはねすごく使える色味かなと思います。今回ね9色紹介する中でもちょっと迷ってる方は1番か2番をねぜひチェックしてみてください。続いて紹介するのがジルスチュアートのルージュクリスタルカラット。色は3番です。この色はねゴールドラメが入っているコーラル系のカラーです。この色味はイーベさんにすごくぴったり似合うカラーかなと思います。細かいラメが入っていてちょっとね透け感のあるコーラル系のリップなので、この色味もねこれからの春メイクにはすごく大活躍するカラーかなと思います。まあ、コーラル系ってね肌なじみもすごく良くてどんなメイクにも合うと思うので、これもね無難なカラーかなと思います。こういうね細かいゴールドラメが入ってることによってちょっとね唇もツヤ感がさらに足されてすごくね綺麗なリップに仕上がります。続いて紹介するのがジルスチュアートのルージュクリスタルカラット。色は4番です。この色もね先ほどと同じくゴールドラメが入っているタイプのものです。こちらの色味は顔の色をねパッと明るく見せてくれるようなちょっとこう明るめのピンクカラーなので、このリップをねデートメイクだったり、まあ、ピンクリップをねよくつける方とかにはねすごく似合うカラーかなと思います。でねこれまた透け感のあるピンクなので、これ1本でのせてもいいし他のリップと重ねてのせてみるとまたニュアンスが変わって見えるので、いろんな楽しみ方ができるかなと思います。4番はねどちらかというとブルベナツさんとかにはすごく似合うカラーかな。そして続いてジルスチュアートのルージュクリスタルカラット。色は5番です。こちらのリップはラメが入っていないタイプのピンクリップですね。5番のリップは個人的にすごくお気に入りのピンクリップです。もうね、私と同じイエビハルさんにはすっごい声も似合うピンクリップだと思います。桜メイクだったりピンク系のメイクとかをするときはもうこの色味が私は断然似合うカラーだと思いますね。最近こう今のトレンドって透け感だったりツヤ感がすごく重要なポイントだと思うんですけど、それをねしっかりと抑えてくれてるリップかな。まあ、個人的にこの5番は私がすごく気に入っているカラーです。続いて紹介するのがジルスチュアートのルージュクリスタルカラット。色は6番です。
です。この色ね、結構見た目がこうパキッとした赤のカラーで、色の付き方どうなのかなと思ったら、これもね、塗ってみると透け感のある赤リップに仕上がります。なので赤リップ初心者さんだったりとか、ちょっと程よい血色感のある赤みのリップが欲しいっていう人はね、このカラーがすごくおすすめです。これもねラメが入っていなくて、結構これ普段使いしやすい赤リップかなと思います。そしてね、透け感のある赤ってセクシーな感じにも仕上がると思うので、これもね意外とデートメイクとかにもねすごくぴったり似合うカラーだと思います。そして続いてジルスチャートのルージュクリスタルカラーと、色は7番です。今回9色紹介した中でパッと私が一番目についた色が7番のカラーですね。ちょっとこうオレンジ味の強いコーラル系のカラーです。この色味はね、これから暖かくなる春夏にすごく大活躍しそうなカラーですね。そしてね、このリップゴールドラメや青ラメとかがねこう混ざったラメが入っているので、もうこのリップはとにかく多色ラメがたくさん入っているので、もう唇の仕上がりもねよりツヤっとした感じに仕上がりますね。この7番のカラーもイエベさんにはすごく似合うカラーだと思います。続いてジルスチャートのルージュクリスタルカラット、色は8番です。このリップ普段の私だったら絶対つけないようなラベンダーカラーのリップですね。もうこの色味は青ラメがねもうぎっしりしっかり詰まっているリップで、もうこのリップはねブルベさんにはすごくぴったり似合うカラーだと思います。でもねこのリップやっぱ透け感のある紫リップなので、だから、ね、違うリップの上に最後にこのリップをちょっとこう重ねるだけでもまたニュアンスが変わって見えるリップなので、まあ、単色で塗ってもいいし、重ね塗りしてもねすごく可愛いかなと思います。もうブルベさんとかはねもうすごく好きな色味なんじゃないかなと思います。そして最後に紹介するのがジルスチャートのルージュクリスタルカラット、色は9番です。もう見た目がねとにかく宝石みたいですよね。もうこれはねもう見てるだけでなんだろう、テンションがすごく上がりますね。でこれはね先ほど紹介したリップの中でもラメの粒が大きくてオーロララメが入っているので、よりラメ感が欲しい人だったり、ちょっとこういろんな角度で色が変わるオーロララメなので、なのでこのリップまあ一番最後のメイクのリップの仕上げにツヤ感を足したい時に使うとすごく可愛いと思います。こういう唇のツヤ感だけちょっとプラスしたいって時は単色塗りでもいいかなと思います。いやこれ本当にねラメが大きめなので、ね、見てるだけですごくテンションが上がるリップです。はい、というわけで今回ジルスチュアートの新作リップを全色レビューとスウォッチをしてみました。いかがだったでしょうか。ちょっと気になったカラーは皆さんありましたか。そして今年トレンドの粘膜色のカラーもね1番と2番は入っているので、ちょっとトレンドを取り入れたいとか、パーソナルカラーにまあ左右されずにちょっとまあとりあえず似合うカラーが欲しいっていう人はね、まずは1番か2番のカラーをぜひ使ってみてください。特にねこの2色はすごくデイリー使いしやすい色味だと思います。そして今回紹介した中でイーベさんにすごくぴったり似合うカラーは03番のカラーと05番のカラー、そして07番のこの3色がねイーベさんにはすごくぴったり似合うカラーです。続いてブルベさんにねすごく似合うカラーは04番のカラーと06番のカラー、そして08番のこの3色がブルベさんにはすごくぴったり似合うカラーかなと思います。まあ、パーソナルカラーで色味を選びたいっていう人はねぜひ参考にしてみてください。まあ、少しでもリップの色味ので参考になれば嬉しいです。はい、というわけでね最後まで動画を見ていただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。そして私は Twitter と Instagram もやっていますので、よかったらぜひチェックしてみてください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。